このコーナー、癒してあげないと。はい、ここからは僕たち二人がお送りする癒しコーナーです、学校や職場または家庭の中で疲れを感じているあなたのために僕たちが精一杯癒しを運びます。はい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 、まあね、本当にこれで癒されてんのかっていう不安はありますね。そんなこと気にせずに、今日も頑張っていきましょう。はい、はい、というわけで、いつものように、うん、じゃあ、この中からね、メール、たくさんのメールの中から引いていただいて、読んでください。はい、じゃあ一つとりあえず引きますよ。はい、ひょいでででんと、ミスティーネームなあこさんからいただきました。ありがとうございます。下野さん、カジさん、こんばんは。こんばんは。なんて素晴らしいコーナーなんだろうと思ってメッセージを送らせていただきました。はい、私は今高校3年生、うん、受験生真っ只中なのです、うん、受験勉強な毎日、受験受験とうるさい周りに嫌気がさしています。こんな私をミスティーな感じに癒してください、よろしくお願いします、ということです。やっぱ時期だからなのかね、前回も多かったよね、うん、そうですね、受験関係のね、受験をね、いやー、これね、特にその指定がなく、うん、ミスティーな感じ、ミスティーな感じに私を癒してくださいくと、うん、いうことですけど、ね、なるほどね、うん、ミスティーな感じってどんな感じなの。もう人それぞれのミスティーがあるんですよ。てか俺前回なんか似たようなことを言ったような気が、いや俺が言って下野さんが答えました。そうだっけ、うん、そっか、で同じ答えを言いました。あ、そっか。いやー、そっか、大変ですね、今ね。まあね、受験生多いからね。頑張ってほしいですけども。カジ君いける？ミスティーな感じか。そっか。ひろた。ゆうたん、そう、そういう風に来ちゃう？ゆうたんはね、ゆうたん、ほんと？出てこないんだよ。ミスティーな感じか。ミスティーな感じかさ。ミスティーな感じね。わかったわかった。よし、ミスティーな感じで、癒せばいいんだ。励ませばいいんだね。そうです、そうです。励ましてほしいっていうことだね。OK ですか？うん。ヒロタンの、受験生で疲れてる私をミスティーな感じに癒してくださいまで、3、2、1、ミスティー。周りのことはジャンキーしないでよ！え？逆にデカすぎて、滑舌が悪すぎてミスティー。あ、ミスティーでした。ミスティーだろ。ミスティーだったけど、うん、本当になんて言ったんだ。俺、この距離で聞いてても分かんなかったですけど。正確には、うん、周りのことなんて気にしなくていいよって言ったの。全然。ちょっと、これ、オンエアがね、楽しみですね。大丈夫かな、これは放送できるの。大放送禁止になったりしない？そんな別にそういう用語じゃないんで。あ、本当に。多分大丈夫。大丈夫かな。はい。うん、じゃあというわけで、じゃあ続いて、じゃあゆうたのね、ミスティーな感じの癒しまで。ワン。ちょっと待って。ワン、ツー。ミスティー。いくぞ。ミスティー。バカロ。周りとか気にせず頑張る。バカロ。痛い。痛い痛い。いや、ミスティー。ゆうたん、もう、俺、泣き出しそうだよ。ミスティーじゃないですか。この感じ。なんかこの、なんか、胃がムカムカする感じ。ミスティーだけどさ。いろんな人にごめんなさい。本当だね。二度としません。本当だね。ごめんなさい、本当、うん、あのね。あの、癒されていない方はですね、どしどしメールを送ってください。癒されていませんと。苦情ですよね。もう苦情でもいいです。その苦情を受けることによって、皆さんが癒されるから。なるほどね。そうなったら、もう、そうです。願ったり叶ったりじゃない。そうです、そういう扱いなんですよ。そういうことですからね。はい。よし、行くぞ、よし、頑張ろう、よし。そうです、引いてください、ヒロタ。うん。よし、行こうか。聞きますよ。テレッテン、テレッテン。シッ、バカ野郎！テテテテン、テテン。それがバカ野郎！テテン。それがバカ野郎！はい、こちらミスティーネームテモさんからいただきました。ありがとうございます。下野さん、カジ君、はじめまして。ラジオ番組にメールをするのは、送るのは初めてなので緊張していますが、お二人に癒されたいと思い、思い切って送らせていただきました、はい。私は夏休みに入ってからの、課外授業が、7月31日に終わり、8月1日にやっと本格的な、夏休みに入ったのですが、それも束の間、8月17日からはまた課外授業が始まります。あらら、夏休みの宿題も多く早く終わらせたいとは思うのですが、なかなか思うように進みません、
そんな、私にやる気が出るようにですね、カジ君には宿題をしている私に優しく励ましの言葉を、で下野さんには宿題を終えた私にご褒美の、言葉をいただければと思います。とてもわがままなお願いなのですが、ぜひお願いします。なるほど、こう2種類あるわけですね。はい、まあ宿題をしている、はい、まあテモさんを励まし、うん、励まし、優しく励まし、励まし、俺は、終えた後にご褒美の言葉。なるほどね。どうしよう。優しく励ましの言葉か。そうですよ、優しく励ます。優しく励ます。なんで何回も。優しく励ます。なんだこれは。今の何なんですか。よくわかんないけど。そっか、うん、宿題をしている。なるほどね、うん、そっか、うん、まあこれはやっぱり順番的にはね、まあまあそうですね、うんうん、はいはい、うん、はい、いけますか。大丈夫ですか。それでは、宿題をしているテモさんに優しく、励ましの言葉まで3、2、1。ミスティ 2X イコールマイナス 3B もサインもコサインもタンジェントもいつかきっと君の役に立つから、今は頑張ろうね。以上です。まあ今ね、事故が実はあった。まあまあ、うん、あのね、ゆうたんね、うん、本当にね、うん、あの取り留めもなかったね。ね、なかったですね。てか正直 2x-3b ってことってありえるのかどうかちょっとないか公式では、公式とかではないね。公式じゃないです。もう公式とか覚えてないですもん、だって。全然覚えてないですね。なるほどね、うん、まあちょっとこう優しく励ましてみましたけども、まあ励まされたかな、どうかなっていうね。ねえね、まあそれはまあまあ確かに優しかった、うん、優しく、とにかく優しくしてあげようと思って、うん、それが大事かなと。で、こうやってまあ僕の励ましによって頑張って宿題を終えたテモさん、数学の宿題を終えたテモさん、さあその頑張ったテモさんに、うん、こうヒロタンがね、よし、こうご褒美の言葉を、うん、いいですか。言葉じゃないとダメかな。言葉じゃないと。あと何があるんですか、ね、まあいいや、とりあえずやってみよう。ああ、なるほど。じゃあもう何でもいいです。ご褒美だったら。まあ、ご褒美だったら何でもいい。わかった。いきますよ、うん。3、2、1、ミスティ。手持ち、よく頑張った。そんな君には、ご褒美に、僕から歌を送りたいと思う。よーく頑張ったね、よーく頑張ったね、手持ち手持ち、よーく頑張った、サインコサインタンジェントなんのその、よーく頑張った手持ち、ナイス。というわけでね、はい、いやーこれは素晴らしい。今塩野さんが頭を抱えて崩れ落ちましたけど、ちょっとさっきの弾けるキャンディーが。ひどいよ、片方は大爆笑してて片方咳き込んでんだぜ。ラジオかこれ。いやーでもね、よくぞ歌を作ってくれましたよ。ゴンって頭ちょっと大事に扱ってくださいね。いやーもうね、どうしようかなと思ったんだけど、いいと思います、うん、言葉がね、普通にありきたりな言葉しか出てこなかったからさ、まあ、似通ったパターンになっちゃいますね。そうなんだよ、うん、それはあんまり良くないなと思って、うん、だからね、まあ、歌をチョイスするのもどうかなと。びっくりしましたね。長かったですね、ご褒美。いやこれはご褒美だからね、うん、まあ、やっぱりたっぷりとですね。もう本当にね。いやいや、まあこれがね、うん、今度出る僕らのシングルカップリングになるとはね、まさか誰も予想してないでしょうけどね。お前ずいぶん前にカップリングはなんかムード歌謡でとか言ってたじゃねえかよ。そっか。